はい、おはようございます。ただいま午前の2時ですね。おはようございますという時間ではないかもしれませんが、とりあえずこの封印の遺跡の、クエストはクリアしました。でですね、情報収集で、ブログが、更新っていうかね、読んでいきたいかなと思います。今日の記事は、いつもとはちょっと方向性を変えて、移住を考えている人たちのために。いつもの、構成がわからないので、ラステーションがどんな大陸なのかをラステーションのハードである私ブラックハートが紹介してあげるわ。重厚なる黒の大地と呼ばれているラステーション。はい、喋り方でわかるかもしれませんが、頭が若干やっぱり寝てるんですけど、いや、眠くないんですよね。なんかぼーっとしてるっていう感じで、だから二度寝がね、できないんですよね。まあ、今日は、仕事はないので、仕事っていうか予定はないので、まあ、基本的に予定はないんですけどね、毎日。みんなが分かりやすい言葉で言うと、重機の大陸やスチームパンクね。プラネティーヌに比べると、まだ発展途上だけど、だからこそ、毎日のように新しい技術や物を生み出すことができるの。プラネティーヌは、自分たちが来たところだったかな。あそこは発展してるのか。怪しいな。こっちの方が発展してる気がするんですけども、これが重厚なる黒の大地ラステーションの概要よ。分かってくれたかしら。次の大陸紹介はいつにするか決めてないけど、これからはラステーションの魅力的なところを紹介していくわ。はい、で終わりかな。では、カレーうどんっていうのが追加されてますね。ああ、ブラックハートのブログが更新されました。もう一回見てみますかね。カレーうどん。カレーうどんか。カレーうどんなんて20年ぐらい食べてない気がしますね。カレーうどんの汁ってどうして飛び散りやすいのかしら。もう新品の服にシミができちゃったじゃない。カレーうどんの汁のなんだろう、とろみ具合によると思うんですけども、あ、それだけ。ファイラジオは聞かなくていいかな。そっか。これ、プラネティウヌに至る道。プラネティウヌが、あれ今どうなってるんだ。接近中か。あ、でもここから来ちゃうので、行く必要はないかなと。では、ここ、シナリオ。近くの荒野へ出てきては、依頼された仕事は、交易路に住むコカトリス5体の討伐。コカトリスは、このクエストで倒したので、あまり強くはなかったですね。はい。
いや、なんか、喉も痛いですね。喉痛いのは何だろう。よし、地図はあったあった。じゃあ、またダンジョン内はちょっとカットしていこうかな。はい、クエストがクリアできそうなので、ポカトリスを5体なので、これでクリアですね。プラネテューヌ以外にもこれほど多くのモンスターがいるのね。倒しがいがあるわ。これ変身した姿ですね。なんかネプネプ、その格好だと強気です。それにしてもやっぱり女神様の守護が弱まってるからモンスターさんも現れるですか？強気というよりかは、なんか若干大人びいてますよね。私に聞かれてもわからないわ。でも仮にも女神様と呼ばれてるほどの存在よ。その守護が弱まるなんてありえるの？口調も。女神様の力が弱まるっていうか、そもそもその力の源は大陸の人々の信仰心よ。モンスターが人を襲えば自然と弱まるの。それは人が減るからっていう意味かな。守護が弱まってモンスターが現れる。モンスターが人を襲って守護を弱める。堂々巡りなんだと思うわ。なるほど、わかりやすいわ。でもだとしたら時間が経過すればするほどモンスターは増えるかもしれない。それは考えてなかったです。でも一理あるですよ。どうするです？だとしたらキリがないです。安心して、私がいるわ。誰かに言われたの。世界を救えるのは私だけだ。私なら救えるのよ。なら救ってみせるわ。正義感はそのまんまですけど、こっちのネプネプは安心感が違うですね。すっごく頼れるです。確かに普段の能天気なのよりはマシだけど、これはこれで爽やかすぎて尺に触るのは私だけ。報酬。まだまだ序盤だからかな。なんかモンスターを倒した時の報酬が音のほか寂しいような。今までのクエストの中では一番良かったと思うんですけども。景気があんまり良くないらしいです。なんでもアブニールっていう大きな会社さんがお仕事をみんな持ってっちゃってるらしいですよ。ああ、独占してるわけですね。確かに中小の工場がそのアブニールの煽りで潰れてるってのはあるみたいだけど、別にそのせいだけじゃないんじゃない？でもそれって悪い会社だよね。お仕事独り占めしちゃってるんでしょ。それはすなわち悪だよね。あ、ネプテューヌの姿が元に戻ってますね。お子ちゃまになってる。お子ちゃまっていう年齢でもないか。そこで運って言ったら襲いかかりそうね。でも別に世界征服してるわけじゃないんだし、そもそも会社を善悪で分けるのはどうかな。でもその会社のせいで困ってるなら放っておけないよ。そこを倒せば景気も良くなるんでしょ。いや、それはそれでそこの会社の人が困るんじゃないかな。一般的
的に会社は倒すものじゃないんだけど、そういう時は武力じゃなくて教会や女神様に相談するのが普通なの。でも追い出されてまだ間もないですよ。これじゃ鍵のかけらも打倒アブニールさんも打つ手なしです。後者はあんまり関わりたくないけど、確かに鍵のかけらを見つける前に不景気の煽りでロギンが尽きたりしたらことね。適度に他の大陸も回りながらしばらく様子を見ましょう。ということはこの大陸はちょっと様子見かな。あ、間違えた。とりあえず情報収集で、なんか増えてるな。これはブログかな？大陸 PR 文化編。ああ、ブログが更新。女神のくせに生意気だ。これなんだろう。クエストか。この世界では女神ばかりが目立ってずるい。ここは政権交代ならぬ主役交代だ。暗黒神様が私のために作ってくださったダンジョンにて貴様らを待つ。なんか物騒ですね。とりあえずこの、じゃあ、パス製造工場。前に仕事で知り合ったパス製正常交渉の工場のシアン。あれ、シアンさんはメインクエストで出てきた人だっけ？はい。あ、進んだ。ここがこの前、モンスター退治の時に会った社長さん、シアンの会社？お、来たか？別に会社なんて立派なもんじゃねえよ。ただの町工場。それは会社じゃないのかな。というかセリフあるってことはこれは結構大事なクエストというかイベント。調理器具からミサイルまで何でも作ってるぜ。それよりこっちだ。ここじゃ落ち着いて話もできないだろ。いや、調理器具とミサイルは全然違うな。調理器具は日常生活のものだけど、ミサイルはまあなんだろう、武力とかそういう感じのものですよね。本当に何でもですね。ただいま。好きなとこに座ってくれよ。ここ俺の家だから。なんか世界にそぐわない、なんか異様に、なんていうのかな、外食をしないのでわかんないですけど、ちょっと和風的な食堂みたいな感じですかね、これ。へー、じゃあ私カウンター席取った。でも仕事場の隣がレストランなんていいなっていうか頼み放題だよ。これはレストランと言えるのか。自分の家で頼み放題しても仕方ないだろ。工場の稼ぎだけじゃ苦しいからな。母さんがここを片手間でやってくれてるんだ。この辺りはまあなんていうか、アブニールのせいで中小にまで仕事が回ってこなくなってるからな。やっぱりアブニールは悪い会社なんだ。シアンも町の人もそれで困ってるんでしょ。いや、それだけで悪い会社とは、まあでも独占してるという意味では、悪いなんてもんじゃない。仕事を全部取り上げて自分だけどんどんでかくなる化け物みたいな会社さ。どういうわけか女神様もそれに使える教会もアブニールの悪行には見て見ぬふりだ。それは悪行なのかな。まあ中小の会社が企業が迷惑してるのは分かりますけど、
それを悪と捉えるかは、なんか、放っておいたら大陸中が、あの会社に乗っ取られるに決まってる。それはあまり良くないですね。やっぱり、私の思った通りだよ。アブニールを倒さなきゃ、ラステーションに平和を訪れないよ。でも、どうするです？やっつけようと思ってやっつけられるものじゃないですし、そもそもどうやって戦えばいいかわからないです。俺たちだってただ黙って潰されてやったりなんかしないさ。今年は待ちに待った総合技術博覧会の年だしな。何ですか、その総合技術博覧会っていうのは。初心者だしね。面倒だと思うけど、一から説明してあげて。ああ、カクカクシカジカとかなしよ。わかんないから。まあ、世界観説明は RPG の醍醐味というか、決して避けては通れない道というか、退屈かもしれないが、覚悟して聞いてくれ。はい。ラステーションでは4年に一度、総合技術博覧会ってのがあって、いろんな会社が決められたジャンルで展示を行う催しがあるんだ。はあ。目的は技術交流らしいが、それだけじゃない。出展したものの中で最も優れた展示品には、女神様から直々にトロフィーが贈られるんだよ。うん、女神様から直々にっていうのは、トロフィーが贈られるですか？すごいです。でもトロフィーでアブニールさんをやっつけるですか？違う違う、重要なのは女神様の方だ。博覧会に出展してアブニールの鼻を明かす、さらに女神様に会って直談判しようってことさ。なるほどです。でもそのためにはシアンさんはとってもとっても頑張らないとダメですよ。それもそうだが、何事にも先立つものは必要だ。やっと本題に入るけど、今日来てもらったのはその話をするためなんだよ。借金の保証人なんか絶対しないよ。先立つものって言ってもお金じゃねえよ。資材や道具を運ぼうにもモンスターの脅威は増すばかり。ネジ一本だって命がけだ。それでこれからもこまめに仕事を頼むだろうから、よろしくってことさ。なるほど、やっと少し見えてきたよ。博覧会の準備をモンスターに邪魔されないよう手伝ってほしいんだね。そういうことだ。なんだ、意外と物分かりいいじゃないか。たまに無理も言うかもしれないが、何とぞ頼む。ちょっと体調がよろしくないので、探索違うな、あれなんだっけ、ブログの、追加され、あれ概要欄読んだっけ、これを読みますか。ラステーションの大陸紹介。テーマはラステーションの教育についてね。前回の記事でラステーションはまだ発展途上の重機の大陸だって説明したのは覚えているかしら。重機って何ですかね。本当にね、頭がよろしくないので、聞いたことある言葉でも意味がわからないのは結構多い。重機、重い機械。プラネティウヌを追い抜くために
ラステーションでは技術士の育成には特に力を入れているわ。国営の技術士養成学校の授業料はゲーム業界の中でも一番安くて有名なの。ああ。将来ラステーションを担う人材だもの。力を入れて当たり前よね。だから将来は技術士になりたい学生にはおすすめするわ。これで今日の記事はおしまい。それじゃあまた次の更新の時に会いましょう。これでなんかあうん新しく増えてますね。シアンから解いたラステーションの現状。はい。大企業アブニール、モンスターに手を焼いているのは、うん、ねえ、なんでアブニーノは悪い会社だって分かったのに、なんでそこの仕事なんかするの？なんかさっきの世界観とはまたかけ離れた自然豊かな場所にいますね。理想だけじゃ食べてけないでしょ。ご飯も仕事も好き嫌いしてたら立派な大人にはなれないってこと。ちゃんとして、依頼主が来たわ。あ、これは、なんだっけ、アブニールだっけ、の人かな。はじめまして、アブニールのサンジュさんです。モンスターさんをやっつけに来た、コンパと、ネプネプと、アイちゃんです。まあ、社の者が頼んだのなら仕方がない。私が市外のプラントを視察する間に、周辺のモンスターを一掃してもらいたい。だってプラント視察って、プラントって何、植物の話かな。違うよね多分。くれぐれもモンスターを逃して施設に被害を与えるような真似だけはしてくれるな。ではあとは任せる。うん、ように上から目線ですね。そうですけど、子供相手じゃなくてもなんかああいう態度な気がしますね。上から目線っていうか、偉そうな態度というか。まあコンパとネプコが一緒じゃそう見られるのも仕方ないかもね。アイちゃんだって人のこと言える身長と胸じゃないです。うん、身長と胸か、まだ成長途中っていうか、なんだろう、若いからじゃないのかな。よし、綺麗になった。もういないよね。綺麗になったっていうのはモンスターを退治したってことかな。これあれ、逃がしていいんでしたっけ？視察は終了した。モンスターの駆除も終わったか。この辺りのモンスターは全部倒したんだろうな。大丈夫！ボスっぽいのも倒したから、しばらくは怖がって近づいてこないよ。うん。倒したって言ってますけど、何もしてないですね。そうか。だが、もしモンスターが残っていて、施設に傷の一つもつけるようなことがあれば、今後一切、君たちに仕事は頼まん。うん、それはちょっとひどくないかな。
すぐじゃないですか。何も分かっておらんな。大して役にも立たん人間の分際で機械を軽んじるなどおこがましい。大して役にも立たん人間の分際でって、これは言い方を変えれば劣っている人間、もしくはこの人たち、人は人間じゃないと捉えることができる感じはしますけども、人に機械ほどの精密さがあるか、人に機械ほどの正確さがあるか。うん、確かに一理ありますけど、機械もちょっと故障したら、うん、そうですね。そうだな。君は機械ではなく不完全な人間だ。いつどこでミスをするかわからない。だが私は人間だからといってミスを許すつもりはない。不完全な人間っていう言い方は、語彙力がないので。出てこないな、言葉が。ミスをして当たり前、それが人間なら私は迷わず機械に仕事を頼むだろう。まあそれは一理あるかな。君たちにも次から我が社の仕事を受ける際にはそれくらいの危機感を持ってやってもらいたいものだな。会社としてはいわゆるなんだろう、なんだろうって口癖だな。あまり、良くないんですね。悪いことは言ってないと思いますけど、あの人の態度というか考えがちょっと完璧主義者っていうのかな、ちょっと違うかもしれないけど、人間をあまり信用してない感じですね。まあ人間は信用できないとは思うんですけど、泣かない泣かない、コンパは何も悪くないわ。っていうか大人げないわね、女の子を脅すなんて。確かに大人げないというか、いや大人げない以前に人間っていうか人としてどうかしてるかと思うけど、もしまああの人が人じゃないかもしれないですよね。私が機械をバカにしたとか思われちゃったんです。きっと機械をバカにされたっていうか人間をバカにしてるって感じね、あれは。IF さんは、基本的に正論っていうか、また増えてるかな。増えてますね。ちょっと、喋り方がゆっくりなのは、寝不足なのもあるんですけど、ちょっと体調がよろしくないので、一度切りたいと思います。